関西弁の人はくに注意。今日は私のクイズから。この言葉日本語で発音してみてください。ネクタイ。草。これ実は関東の人はネクタイ。草。 のように発音することが多いのに対して、関西弁の人は、ネクタイ、ネクタイ、草、草のように、くーと口を丸めて母音を強めに発音すると言われています。ー皆さんのく、どうでしたかネクタイ、草。 日本語を話す時は関西風でもいいけど英語を話す時は余計な母音を足さないのがポイント例えばこれ発音してみて「バックパック」じゃなくて「バックパック」「バックパック」って 2>, 2つの音の塊でできてるよ。 終わりの「K」の音がどうしても苦手な人は「学校」の「学」だけを発音してみてください「学<ク>」<ク>「学」舌の後ろの方が口の天井にくっついて一瞬音が止まるけど舌が離れるときに軽い音が出るよね「テイク」じゃなくて「テイク」。

Let's take the train! ちなみに、けいの後に母音が続くときは、つなげてねバックアップじゃなくてバックアップバックアップ昼寝した I took a nap よ予約しないといけないよ。You need to make an appointment.You need to make an a p p o i n t m e n t y 人で予約したいんですが。 I'd like to book a table for four. I would like to book a table for four. English questions? Comment below. This week's fan art. Yatta! Thank you, okina